リモートニュースの時間です。社長の面白いお友達を紹介していただきました。先日、郡山ビッグパレットで福島再生可能エネルギー産業フェアが開催され、新人たちが遊びに行ってみたところ、社長がお友達を紹介してくれました。ピザ屋を出店していた古川さんです。もう動画それ、動画。動画です。こんにちは。新潟から参りました古川と申します。ですね、おじちゃんはこういうペレット、木捨てられてる木かわいそうでしょ。これを再生してこうやって燃料にしてまして、この燃料を福祉作業所で作ったり、燃やす道具がないと回らないので、道具の開発してます。ピザ窯やらストーブやら、でこれをね、たくさん使って、例えばみんなの町で、800人が俺のストーブ使ってくれると、油代がね、5000万円町から出ていかなくなるんですよ。たかだか800世帯で。で、近くの福祉作業所でもいいんで、みんなに地元で作ってもらえば、大工さんのゴミとかさ、作ってもらうと、800人分のね、ストーブやと4800万円の売り上げがあるんです。そうすると、合わせて1億の金が回り出すでしょ。ね、20年前から言ってんですけど、なんか昭和のおっちゃん、ほら、てめえのこればっかり考えるから、それクズっつうんですよ。でそうじゃなくて、やっぱ次の世代のことを考えた本物の事業をやらないとさ、もうたとえ赤字でもおじちゃんは辞めないんですけど、儲からんから辞めるうちは悲しいやん。お金は大変ですけど、そうやって戦うおじちゃんもいるということで、はい、まあ、変態と言われてますけど、まあそういうとこが面白くてね、やっぱそういう考え方でバイオマス本気でやってるおっちゃんもいるということで、まあお見知りおきいただければと思いますけど、ペレット隊長で検索してもらうといろいろ出てきますんで、この業界で知らないやついませんので、よろしくお願いします。どうも。古川さんは喋っていてとても楽しい方だったそうです。以上、ニュースでした。